やばいぜー、マイズル思想究明やばいぜマイズル、ニュースキャスターの森本隆です。今日は2024年の10月2日水曜日です。はい、最初にイベントのお知らせです。毎月第2金曜日にですね、森本隆のティーパーティーというイベントを開催しています。やばいぜマイズルよりもですね、長い期間やっているリアルイベントです。来週の金曜日ですね、10月11日の金曜日、19時から21日までやっております。途中参加 OK、 参加料は500円です。ドリンク付きです。主にですね、政治談義と町のおばさんを集まったメンバーでお話をしております。なかなかですね、この政治のお話というのは、友人や家族間でもこのやりにくいとは思いますが、政治談義が好きな方が集まっていますので、ご興味ある方はご参加ください。予約等は不要です。私の会社の事務所でやっておりますので、ぜひぜひ来てください。概要欄に詳しい情報は、掲載しておきます。よろしくお願いします。はい、自民党総裁選挙により、石破総理大臣が誕生しました。衆議院議員をですね、解散して10月27日に、投開票を行うとしましたので、京都5区のですね、衆議院議員選挙も、まあ、今後ちょっと注視してまいりたいというふうに思います。京都5区からは、自民党の本田太郎さんですね、立憲民主党の山本若子さん、共産党の山内健さん、日本維新の会の、道本隆也さんですねが、一応なんか今のところこの名乗りを上げているというか、まあ、候補者として上がっておりますが、さて皆さん誰に入れましょうかっていうことですよね。私はまあ基本的にはもうこの山井で前鶴では、国と京都府の話はあんまりせえへんっていうスタンスでやっておりますんで、まあまあ言いませんけれども、まあ実際もぶっちゃけ本当に誰に入れようかなというふうに悩んでる最中です。もう本当に皆さんも悩んでると思いますよね。で、今回のね、この選挙はもう予測不可能じゃないでしょうかね。まあ正直ね、まあこんなんちょっと自民党さんの方に言うたら申し訳ないですけども、岸田総理やったら多分僕自民党大敗したというふうに思うんですよ。で、果たしてこの石破総理で刷新感が出てるのかなって言ったら、まあそんなになんか変わり前もせえへんかなということも思いますし、まあね、選挙でね、まあ新しく変わってパッと選挙するっていうのは、まあ作戦としては多分いいとは思うんですけど、まあ僕なんかからすると、こう議論を見て、まあどんなことを考えてるのかっていうと見極めたい人にとってはですね、まあ国会でのこの議論もなしにですね、いきなり選挙でええんかいなっていうふうにはちょっと思いますね。もうあまりにもこの判断する材料がなさすぎてですね、ちょっとほんまにどうしようかな、どこに出たらいいのかなっていうふうに悩んでおります。昨晩の、首相所信表明演説かっていうのを見てましたけれども、まあ記者からの質問で、石破総理がその要は裏金議員の処分についてに関してはちょっとこうね、お茶を濁した、口を濁したような感じで喋ってたので、それがかなりちょっと印象的で、うーん、ちょっとどうなのかなというふうには思いました。結構曖昧な回答ですので、まあかといってね、立憲民主は野田佳彦元総理でですね、まあまあ消費税を開始した、まあ、張本人の復活です。もうほんまリバイバル登場みたいな感じで、まあ、立憲民主さんももっと若い人出しゃいいのにっていうふうに僕は思いますよね。で、共産党は共産党でね、新委員長が交代して、新委員長に田村智子さんかなんかが、まあ、なりましたけれども、まああまりこの存在感が今こう全然なくてですね、ちょっとなんか今空気状態になってるので、まあまあ共産党もまあパッとせえへんしね、日本維新の会に至っては、まあほんまに兵庫県の斉藤知事によるパワハラの件と、あとはまあ大阪万博のね、もう不人気で、まあ本当に人気が急降下中っていうことで、もうどこに風が吹くのかって言われたら吹かない、吹いてないような感じがしますよね。前の時は参政党だとか保守党なんかがちょっとね、脚光を浴びましたけども、まあそこのところも僕最近なんかネットでは見ないんで、どうなんかなというふうに思います。はい、まあね、もしできればですね、京都5区のこの方向者の候補者の方にですね、まあ聞きたいなというふうに思っております。まあ別にね、要は
政党の話はもう多分テレビとか見たらよくわかるんで、別に政党の話はいいんですけれども、まあ、個人的な、まあ、人柄だとか、地域への思いとかね、まあ、個人的な政策っていうのをですね、まあ、機会があれば聞きたいなというふうに思います。別に意地悪な質問はいたしませんのでですね、もし関係者の方が見てはったらですね、私にコンタクトをお願いします。僕も要はね、議員さん、国会議員さんなんても全然当てっていうか連絡もないんで、どこに連絡してもいいのかもちょっとわからないんですけども、まあ、もしよかったら、選挙に出られる国会議員候補の方は、よかったら私にコンタクトをしてもらってですね、ヤバイゼマイズルに出演してもらいたいなというふうに思います。はい、誰か関係者の方が見てはったら、ぜひぜひちょっと推薦してあげてください。一応まあ、少ない時でもまあ1000とかまあ2000ぐらいはまあ見てますんで、ヤバイゼマイズル見てもらってますんで、まあ本当に動員なしにですね、お手軽に自分の政策を見てもらえる場合やとは思うんですよ。割とだから、すごく舞鶴の政治というニッチな部分ですけれども、まあまあ、普通に1000とか2000とかの動員をかける手間を考えたら、やばいぜ舞鶴、手ぶらでペラペラハンと来て1時間ぐらい喋って帰ってきたら、1000やら2000ぐらい見てくれますんで、はい、まあ、ぜひぜひ、多分お手頃なメディアだと思います。別にお金を取ろうとは思いませんので、ぜひよかったら来てください。はい、あとまあ別に維新はもうね、すいません。維新はまあ別に僕、ほんま正直嫌いなんですけど、まあ、なんとかね、道本孝也さんのことはもう自体全く僕も知りませんし、会ったこともないんで、まあ、別に何にもないんで、別にそんな意地悪な方もしませんので、まあ、維新の方もよかったら、来てくださいということです。はい、それでは本題に入ります。水曜日は議会質問なんですけれども、まあ、今回まだ代表質問ですね。5人目の代表質問で、山本治平議員ですね。新生クラブ議員団の代表です。質問方法はね、一問一答って言って、まあ、一つの問題に質問したら、それに対して市長が答えるっていう、一問一答方式でやられてるんですけど、やっぱこれが一番わかりやすいですよね。うん。質問をね、一括言うて、質問ガサッと全部投げて、後で回答するっていう方法もあるんですけど、それが多分分かりにくいんですね。それはまあ、二分割、三分割としてもちょっと分かりにくいんで、まあ、言うたら答える、言うたら答えるっていうのは、ちょっと多分時間がかかるんですけれども、まあ、こっちの方が非常に分かりやすいんでですね、まあ、ヤバイゼマイズル的には、一問一答でね、議会やってもらいたいなというふうに思います。市民にも伝わりやすいというふうに思いますね。はい。今回ですね、議会質問、代表質問でやったんですけれども、なんと前代未聞のことが起こりました。はい。もう奇跡のようなことが起こりました。なぜか、それは珍しくですね、っていうか、もう全部の質問に蒲田市長が答えてるんですよ。まあ代表質問だけやと思うんですけれども、まあ、でいって部下に丸投げしております。はい。最初の方からですね、まあ、代表質問部下に丸投げしておりますけれども、もう久々にっていうか、初めてちゃいます。全部答えたの、蒲田市長が。うん。まあ、ほんまに、どうしたん蒲田市長って感じですよね。うん、そんな、あんた答えんじゃなかったんっていうふうに思いましたけれども、まあまあ、ほんまに、よく見れば、なんか、初めてちゃうかなっていうふうに思いますけれども、蒲田市長が全員の代表質問に回答しております。はい、共産党と維新と公明と自民党の2回派ですね、の質問に蒲田市長が答えておりますけれどもですね、まあまあ、全体を通じて、まあ、話が噛み合っておりません。はい。特にですね、この山本議員の質問に、もう一番噛み合ってないですね。はい。で、山本議員の質問っていうのは、まあ、私ですね、すごい個人的にはですね、もう興味深いです。はい。基本的に、質問の内容が、まあ、過去の、市長の発言だとか、他の前の政策とかっていうのを掘り下げて、それに関して、まあ、深掘りをしてですね、まあ、いろいろ突っ込んでいくっていうことでですね、まあ、これは私個人的にはよく知るもんとしては非常に面白いんですが、なかなかこれをね、やばいぜ舞鶴の視聴者にまあ面白おかしく伝えるっていうのはなかなか難しいよなって言いながら、思いながらこれ見ておりました。はい。ちょっとぶっちゃけこのまんま流すのは無理かなというふうに思いますね。個人的にはね、蒲田市長の過去の発言から、山本議員は蒲田市のロジックを崩してるんですよ。ロジックですね。だからまあ、マニア的にはすごく非常に面白いんですが、まあ、ちょっと多分見てる人は分からへんのやろなというふうに思います。うんうん。まあ、でね、まあ、一生懸命まあ、
山本議員ロジック崩しやってはって、すごくそれはまあ普通の政治家相手やったらそれで通用すると思うんですけれども、まああのね、市役所の職員相手やったらまた通用すると思うんですけども、まあ、鴨田市長にはね、残念ながらね、このロジック崩しっていうのはですね、もう効果がないですね、見てたらね。あの質問に回答してんのが市の職員やったらね、まあロジック崩しされたらですね、まあまあ要は議論の筋道ですね、道筋をまあ崩されてしまうと、まあ回答がしどろもどろになってですね、まあ見ていてまあ結構面白いんですけれども、鴨田市長にはそれがないんですよね。あの鴨田市長はですね、ロジック崩されてもですね、もう全く動じず平気な顔で話しております。なぜかっていうと、もうそもそもですね、鴨田市長の話にもう一貫性がないんですよ。あの議論にですね、道筋なんてあの人は関係なくて、なんかこう感覚だけで答弁されてるんです。うん、あの私ヤバいぜ前鶴でよく言いますけれどもね、鴨田市政は今ある政策とこの制度とかっていうこととね、やってることとですね、この整合性が取れてないんですよね。公約とかとやってることがこれ実際全然違うんですけれども、それをまあいろいろ突っ込んでるもんからすると、まあ、山本議員の話見てたらよくわかるんですけども、鴨田市長は関係ないですね。鴨田市長はね、自らのこの過去の発言とか公約を完全にもう無視してですね、その時に、その時々によってですね、自分の都合のいいように、もう勝手に、脳内で書き直すっていうことをやってる人なんですよ。そんな相手にですね、ロジックを崩そうという山本議員の質問ですね、はい、もう全く空回りでございます。はい、見ていてですね、気の毒になるような鴨田市長の回答です。はい、まあもうね、これはもう自分が経験してるからよくわかることなんですけども、普通の人はロジックね、道筋を崩されるともう動揺するし困るしですね、ちょっと多分政策的にも多分おかしくなってて反省して改めようっていう風になってくるんですけども、まあ鴨田市長、鴨田市政にはそれがない。だからそれを見ているバックアップする市の職員たちもまあ別に、あ、まあいい、市長がええっちゅうやからええんやなっていう風な感じで、すごく適当な整合性のない、まあ鴨田政権政になっておりますが、まあね、これと同じようなことをですね、まあこの自民党の総裁選挙で私見たんですよね。それ何かって言ったら、そうです、小泉進次郎さんですね。小泉進次郎さんのまあ話もまあ全く整合性がなくてですね、まあ意味がわからないよっていう感じですけれども、まあそれが非常に今このネットで人気になっておりました。いわゆるですね、進次郎公文っていうやつですね。なんかね、小泉進次郎さんはですね、当たり前のことをなんかすごいことを言ってる風にこの表現するっていうことなんですよね。はい、インターネット上ではですね、まあ中身がないとかポエムとかっていう風にこう揶揄されておりますけれども、まあそんなような中身、いかにも何の中身がない話をすごい、いかにもすごいようなことに言うような話し方を進次郎公文という風に言います。はい、例を出すとですね、進次郎公文の例を出すと、まあ、2019年の9月ですね、進次郎さんが環境大臣って時の、国連サミットでのコメントですね。今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思ってますってことね。はい。あとは、リモートワークができるおかげで、公務もリモートワークできるものができた。ね、何を言うてるんですかね。毎日でも食べたいということは毎日でも食べているというわけではないと、ね、じわじわ来るでしょ。政治に無関心であることは政治に無関心のままでいられるとかね。あとはさも、このプラスチックの原料っていうのは石油なんですよ、意外にこれ知られてないんですとか、ね、約束は守るためにありますが、約束を守るために全力を尽くします。調査では増えているから増えたかどうか調査するとかね、なんかもうぶや顔でガーって言わはるんですけども、なんかほんまにこんな発言をですね、小泉進次郎さんはほんまにこれやってるんですが、これをまあ世間ではですね、もう本当にこの当たり前のことをなんだかすごいことを言ってる風にこの表現する、ことを進次郎公文という風に言うんですけれども、そんな進次郎公文に匹敵する鴨田公文がですね、山本議員の質問に対してですね、もうたくさん出てきてました。それが鴨田公文でございます。はい、もうほんま
まあね、ちょっと大げさに持ってますけれども、まあほんまにあの舞鶴市のね、舞鶴市のこの議会中継をちょっとあの楽しく見てもらうためのあのちょっとことなんで、あのちょっとすいません、ちょっと大げさに言いますけれども、あの笑いながら見てくださいね。はい、うん、はい、でまああの蒲田公文をまとめてみました。はい、ですね、山本議員、あのせっかくちょっとね、いい質問もしてもらったくさんしてもらってるんですけども、まあほんまにもうぬかにくぎのれんに腕押しみたいなことなんで、まあ、非常にもったいないんで、まあもうちょっとこう分かりやすくなるようにね、あの市民に伝えるためにちょこっとこういじらせてもらいますんで、どうもそこのところはあのご了承ください、ご理解ください。はい、ね、いろんな質問されております。あの令和5年度決算を得た今後の考え方についてとか、決算における市長の結果考察について、ゼロベースの見直しについて、財政計画の策定とその公表について、令和7年度当初予算編成の考え方についてと、舞鶴市の将来像についてですね、舞鶴市の将来像が一切見えてこないことについて、繰り返される市民との対話から導き出せる政策について、地域医療の方向性について、未来に希望が持てる活力ある町舞鶴についてとかね、前代未聞の減額補正についてですね、補正予算の減額補正について、今後の事業に影響する可能性についてと、給食費の無償化についてですね、次年度の対象について、財源について、他に取り組むべき緊急性のある課題認識についてとか、あとは山陰新幹線の誘致促進についてですね、市長の考え方についてと、今後の誘致活動について、6番目市長の政治信条について、議会への説明についてということで、まああのいろいろ細かくですね、あのまあ本当に蒲田市長のまあね、どういうふうなことを考えているのか、どういうふうな未来を作るのかということをですね、まあこと細かく、まあ本当にあの山本議員が質問されてるんですけれども、まあ、それに対して、まあ、また市長はもうほんまに気の抜けた新次郎公文で返しております。はい、ゼロベースの見直しについてですね、山本議員の質問は、選挙公約では身を切る改革の断行としましてですね、今ある業務をゼロベースで見直して徹底した行財政改革を、断行して、これにより財政の健全化、子育て保障などの財源を確保しますとおっしゃっていただいておりました。 しかしながらもですね、令和5年度の決算については、畳市長時代と何も変わらない状態だったのはなぜかですね、市長ご自身がおっしゃったことをですね、まあ、決算の、取りまとめから、ね、あの私は山本議員は読み解くことができませんでしたと。あのですんで、あの蒲田市長はどんな事業を見直してどれくらいの財源を生み出されたのかを教えてくださいという質問をされております。でここで、まあ、蒲田公文が登場ですね。ゼロベースの考え方はこれまで代表質問等でもお答えしてきたつもりではあるんですが、まずこの考え方としてですね、時代の変化が非常に早いこと、また大きくなっていることを踏まえて、既存のルールや概念にとらわれず状況に応じた見直しや変革を常に実行していくということでございまして、先ほど申し上げましたけれども、まあ、例えばその事業をやめるというシンプルな見直しでなくてですね、事業は継続するけどその事務の進め方についてより効率的なやり方を考えていくということも一つの手法でございますというふうに考えておりますね。はい。なんか考えぼーっと聞くと、ああなんかそうなんやっていうふうに思いますけど、まあよ皆さんよく考えてくださいね。ちょっとまとめますからね。蒲田公文ではね、もう今ある業務をゼロベースで見直すというのは、事業をやめるのではなく事業を継続するけど事務の進め方についてより効率的なやり方を考えていくっていうふうに言ってるんですよ。これ見直しじゃなくてブラッシュアップじゃないっていうふうに思いません？はい。これ、まあ、ブラッシュアップで、まあ、磨きをかけていく言葉なんですけども、なんか、見直しは見直しやないですか。これ、あの、蒲田市長が言うてんのは、このね、事業を継続して、それをなんか、事務効率を良くして変えていくっていう、それブラッシュアップって言うんですよ、って言ってね。あの、ゼロベースの見直しとは全然違いますよね。はい。ちなみにですね、過去の代表質問なんですけれども、赤レンガパークをこのゼロペースで見直して、徹底した行財政改革を断行すると鴨田市長は言いましたが、畳市長時代からはですね、畳市長時代から変わらず、あの、もうね、相変わらずこの莫大な税金を投入しておりますね。で、それに対して鴨田市長はですね、見直しとは文字通り見て直すのが見直しである。
自分が計画を見て直したから OK というですね、謎議論でですね、まあ、この質問に関してスルーしております。これって読み返しじゃないですかって思いませんかね、うん、見直すのと読み返すのと、見直すはね、ゼロベースで見直すっていうのはもう全部計画をゼロからひっくり返してですね、なくして 別の事業を作るとか、その事業自体をなくすっていうことだと思うんですけど、鎌田市長は今ある事業を自分でこうチェックしてそれで終わりということです。それ読み返しでございます。はい、もうひどいですね。はい、で こんな回答されたらもう気の毒ですよね、ほんま議員さんもね。はい、次いきますよ。舞鶴市の将来像についてですね、山本議員は鴨田市長の言葉が抽象的すぎて舞鶴市の将来像が一切見えてこないことについてですね、舞鶴市は観光で行くのか、手厚い福祉で行くのか、教育で行くのか、エネルギー拠点の方向性についてはどういうように考えているのか、希望が持てる街、舞鶴という表現ではなくですね、将来像をイメージすることができる明確なビジョンをですね、ぜひ提案していただきたいと思っております。市長就任から1年半が経過した今だからこそ問いたいと思いますね。舞鶴の将来像をどのように考えていらっしゃいますか、お答えいただきたいというふうに思います。はい、私もわかりません。鴨田市長が何を目指しているのかよくわからないですよね。畳姿勢の継続なんかでも、なんか自分はすごい改革をしているようなことを言っておりますけれども、まあ私からすると畳姿勢のままをそのままずっと継続しているようやし、何も目新しいことはしておりませんね。財源の確保とかもないし、まあいろんなことをやるやる言ってるんですけども、やっぱ財源っていうのがあるんで、そのまあもっと具体的な方向性、一番こう力を入れる方向性を示していただかないと、まあ、私どももわからないんですけども、まあそういうことを山本議員は言われてるんです。もう言われることはよくわかりますけれども、鴨田市長はですねこのように答えております。ちょっと将来像が一切見えないというのは非常に悲しいんですが、舞鶴の町づくりの方針としてですね、未来に希望が持てる活力のある町舞鶴というのを掲げさせていただいております。こうした将来像というものについては、基本的に大きな抽象的な表現をこれまでからされているものと認識しております。加えてですね、この未来に希望が持てる活力ある町舞鶴というのは、先ほども申し上げました総合計画の後期実行計画に掲げているまさに目指すべき将来像であるわけですよね。それで将来像が見えてこないというのは非常に寂しい、ちょっとショックを受けているんですけれども、ということです。はい。わかります、皆さん。鴨田市長はですね、明確なビジョンを説明してほしいという山本議員の質問に対してですね、これまでから抽象的な表現をしてきたで、未来に希望が持てる活力のある舞鶴という目指すべき将来像が見えてこないのは寂しいしショックを受けているって、これどうしていいんですかね、うん、具体的に分からへんから具体的に説明してって言ったら、寂しいしショックを受けてる。まあそれは分かるんですけれども、具体的にって言われたらね、抽象的な表現で返すっていうのがもう意味分からないですよね。だからこれもうほんまにマジでね、小泉進次郎さんを超えるもう逸材なのかもしれませんね。もうポエムというか、なんか妄想というか、たわごとというかね、ほんま。いや、ショック受けてんのはあんたやなくて、わしら市民やねんっていうのに、もう皆さん言うたってくださいね、ほんまに。ショック受けてんのは舞鶴市民やって言うて、ほんまに。市長が日本語わからへんって、どういうことやねん言うて、外国人でももうちょっとうまく答えると思うんですけども。まあまあ、もう非常に何言うてるのかなっていうふうに思います。はい。山本議員目が点になっておりましたけれども、はい、次いきますね。山本議員、市長ご自身は現場課題は現場にあるということをよく言われます。リーダー自ら現場に足を運ぶとおっしゃられてるんですけれども、図書館に関してのワークショップや懇談会には対話集会と同様であると思うんですけれども、鴨田市長はなぜ参加されないのかっていうことをですね、懇談会の出席者から聞くのだが、なぜ参加したいのかお答えいただきたいということですけれども、これはほんまそうなんですよ。懇談会4回とかありましたし、ワークショップの中でもですね、みんなが議論して図書館の話が出ている時もあるんですけど、東図書館の話が出ているところがあるんですけども、そこでもまあ鴨田市長一切来ないんですよね。で、現の会場からはなんで市長来おへんねん、市長呼べやっていうことをまあ皆さん結構言うてるんですけども、市長来ないです。あの人
あの市民と対話すると言いながらも一切そういうところに自分がね避難される場所は一切絶対来ないんですけれども、まあね、蒲田市長はこのように答えております。初回の説明会に参加をさせていただいております。ワークショップの第1回目にも参加しておりますということですね。いや、それ説明会ってあんたが一方的に説明しただけやんかって話だ。それ市民の話を聞く場じゃなくてあんたが説明する場やで、ね、それを自分が説明したからね、あの市民の話を聞いたって言うて言うと、いや、ちゃうやんちゃうやん言うて思いません？はい。あとワークショップもこの舞鶴市がね、あの出したお題に、まあ、市民がそれをこう答えて意見を返すだけの話なんで、あの市民の意見を聞く場じゃないんですよ。舞鶴市のお題に対して市民が回答する場なんで、これあの市民の意見を聞く場じゃないですから、両方とも。もう無茶苦茶でしょ。あのなんか、言うて思いますよ、ほんま。もう残念な市長でございますね。はい。もうね、あの、みんな議会でブチ切れないですかね、これ。日本語が通じひんっていうことは。うん、まあ、ねえ、なんかあの、道端の酔っ払いとかね、ボケたおじいちゃんに対して話が通じひんでったら、まあ納得いきますけど、あの、議会の場で市長とお話しして、市長に話が通じひん、日本語として無理なっていうのは、もうどうなんっていうふうに思いますよ。まあもう、なんかもう気の毒ですね、ほんま。あので、次いきますね。はい。山本議員はですね、蒲田市長は選挙戦で舞鶴の地域医療は崩壊し、一刻も早い安心安全と健康医療の実現をしなければならないと市長選挙でいろいろと言われておりましたね。特に日本維新の会所属の広瀬昇議員は舞鶴市議会議員の選挙の選挙候補に手遅れでしたと、舞鶴だから助かりませんでしたと、まあこの舞鶴の医療のことをですね記載されて選挙の指針としてされていたわけなところでございますと、そういったところからですね、危機感を持ってですね、地域医療検討会議が立ち上げられて、1年間にわたる意見交換が行われたというふうに、記憶していると。可及的速やかにですね、しかるべきこの地域医療の方向性をお示しになって、その実現を目指さなければならないと私は思うんですが、地域医療の方向性について市長からお答えをいただきたいという、まあ、質問をされております。もう蒲田市長以上に多分議員さんの方が過去の発言から蒲田市長の発言のこの深みっていうのをよく分かってると思うんですよ。そこは間違いないんです。だからそれはもうね、いろんな、それはまあ過去発言全部チェックしますから、私もヤバいで舞鶴やるためにチェックしてるんですけれども、まあ議員さんはそれ以上にやっておられると思います。もう言葉一言の重みっていうのを考えて、まあそれが政治というもんやと思うんですけれども、蒲田市長はどう答えたかというと、他の議員さんの選挙候補については私がどうのこうの言う立場にありませんし、その件選挙候補をもとに医療の今今後の医療体提供体制を進めているものではないということを先に申し上げたいとおきたいというふうに思います。いや、ちゃうやんちゃうやんで、維新やんって、あの広瀬のボールのね選挙の時、あんたがその維新のリーダーやったんじゃないですか。で、広瀬使うとしたらあんたやんかな。当時のね、舞鶴市議選の時の維新の大将は蒲田さんやん。大将の指示とか許可なしにですね、選挙候補なんか作るわけないやないですか。ね、まあ維新自体の整合性ね、あの、舞鶴市の維新自体の整合性もあるし、今維新として出てるんであるから、それは維新の、それはチェックは全部受けるし、それなりの指示も入ると思うし、しかも初めて出る選挙なんで、それは何でも分からへんからね、広瀬議員、蒲田にいろいろ聞いた思いますよ。で、それで許可してですね、まあ、全体としてまとめて、あの、こういうふうに政策をやっていくっていうチームを作ってやっていくんで、それを大将やったら、あんたが知らんやん、って。むちゃくちゃでしょ？うん。一議員、そんな、あの、他の議員さんの選挙候補についてどうこう言って、いや、全く他人で私知りません、みたいな方言うてレベルきますけど、あんたらチームやん、って。もう、むちゃくちゃでしょ？ほんまに。いや、まあ、市長選挙でもですね、あの、危機的な医療を言うてましたし、まあね、あの、維新の国会議員が、舞鶴来てですね、応援演説で大阪からこのね、お医者さん連れてくる言うたやん、
危機感なかったら大阪からお医者さん連れてくるなんか言わへんやんっていうふうに思いますよね。もうほんま、もうね、あの、日本語がもう理解できないどころかですね、もう真っ当な意思疎通もこれもう今できておりません。っていうか、まあ、そもそもですね、自分があったこの立場とか責任とか指示とこれ全部忘れてはるんですか？だから、それほど言葉が、市長の言葉が軽いもんなんですかって、政治家の言葉が軽いもんなんですか、維新の政策とか制度ってそんなに軽いもんなんて。思いません？もう軽すぎるでしょ？だから、小泉さんを超える逸材かなというふうに私は思っております。はい。まあ次ちょっとまた行きまして、次いろいろ飛ばして、次、山陰新幹線の話しますね。ね、この間まあ、ヤバイザマイルとも言いましたけれども、鴨田市長は定例記者会見で、まあ、マイズル・オバマルートの話題に関してですね、鴨田市長は定例記者会見で、マイズルルートを今要望する立場にないというふうに申し上げておきますというふうに述べた点についてですね、マイズル、マイズル・オバマルートがなくなって敦賀ルートになったのかな、うん、北陸新幹線がそれに対してのコメントで、まあ、別に舞鶴はそんなに言うことありませんで要望する立場ではありませんということを述べたんですけれども、まあ、それに対して、それに対してのまあ山本議員がなんでこんなこと言うたんというようなことに対する質問回答なんですけども、鴨田市長はですね、山陰新幹線の必要については今後のこの日本海側国土地区の形成についてもしっかりと有益なものになっていくものであるというふうに考えております。山陰新幹線と北陸新幹線のお話が少しごっちゃまぜになっているような気がするんですが、繰り返しますようにですね、舞鶴のことのみならず国益でありますので現在オマバルートが議論されています。一方で北陸を中心に米原ルートというものも議論が要望が沸き起こっている中で、その国益をしっかりと早いスピードで進めていかなければいけないという、今の段階においてやっぱり舞鶴ルートお願いしますということは今の段階では違うんじゃないかなという意味で、舞鶴ルートを今要望する立場にないと申し上げておりますので、そこはごちゃ混ぜの議論にならないように考えていただきたいなというふうに思います。繰り返しますように、山陰新幹線についてはしっかりとこれからも要望活動を続けていきたいというふうに考えていますということで、まあなんかね、それなりになんかそれっぽいことを言うておりますが、これはおかしいですよね。そもそもですね、国益の前にあんた市長やから、舞鶴市の、市民の利益になることを考えてください。いや、国益の前に舞鶴の利益でしょっていう、それがもう大前提、市長としてのね。だから、なんか、まあ、そもそも論が違うんやけども、まあ、ここでね、ややこしいのは、鴨田市長は、北陸新幹線はいらんけど、山陰新幹線はいるよって言うてるんですよ。うん、北陸新幹線の誘致は諦めたけど、山陰新幹線っていうのは継続してやっていきますよってことを言ってるんやけど、マーキツル市に山陰新幹線関係ないやんって思いません？北陸新幹線はもうほんまに金沢の方からですね、ツルツルガに行って、そこから、オバマに行って、舞鶴に行って、そういう計画がありましたね。で、山陰新幹線っていうのは、鳥取からずっとまた日本海側回って、そこから途中では折れて、兵庫県で折れて、この新大阪の方に行くルートなんですよ。で、それをですね、もうだから、山陰新幹線は要は、鳥取から新大阪に行くルートなんで、舞鶴関係なんです。ただ、山陰新幹線でしたら、このね、北陸新幹線が舞鶴まで延長してきたら、それと新幹線をつなげようっていう。ことが出てくるから、山陰新幹線の議論が活発化になって新山陰新幹線の実現に近づきますよということで、まあいろんなところが協力してくれてるわけなんですね。だから山陰新幹線単独やったら鳥取から新大阪なんで舞鶴関係ないですよ。素通りなんですよ。だからこの山陰新幹線の話するためには北陸新幹線の舞鶴延長というのは必須なんです。これも、うん、セットなんですよ。で山陰新幹線の実現をするため、要は北陸新幹線と山陰新幹線をひっつけるために、まあ2府5県ですね、49の市町村で、まあ、山陰縦貫と、超高速鉄道整備推進市町村協議会っていうのが、まあ、やってですね、まあ、いろんな誘致活動をやってるんです。だからそれはもうセット、ね、北陸新幹線と山陰線とか山陰線が山陰高速がひっつくよっていうこのセットなんですけども、それを無視して
参院だけやる意味がわしらないやん。だからもうそもそも多分理解してはらへんんですよ。で、まあこれがね、この、参院新幹線のためには、ちゃんとその中で、舞鶴経由で京都市に向かう京都府北部ルートができることこそがこの山陰新幹線の早期実現のためにですね、最も効率的なあのルートっていうことで、これもちゃんと明言されておりますんで、これはもう必須なんですよね。まあね、で、一応ね、これがまたもうすごく大きな話なんですけれども、山陰新幹線が実現して、北陸新幹線がこれ引っ付けたらですね、日本海側国土軸っていうのが完成して、太平洋側にこの大規模な災害があった時のバックアップになりますよっていうね。で、その要はもう、太平洋側のなんか地震の時、南海トラフが動いた時のバックアップとして、この実現を求めているっていうのがもう大前提でございますので、そんなことをもう全てひっくり返すようなこの蒲田市長の発言でございます。よく全く多分制度ができた経緯とかその裏打ち証とかっていうのも全く分かっておらへんのですよね、政治家として。これはちょっと問題だなというふうに思います。あとちなみにですね、この北陸これをやってたのは、今、要は総理大臣になられた石破さんなんかがですね、国会議員が中心となってこれやっていらっしゃるんですよ。だから、本来やったら、このね、石破政権が長期政権になってくると、やっぱりこの山陰新幹線っていうことが実現を目指して、動いていくと思うんですけど、やっぱりそこでこのね、北陸新幹線の話がもうこれ先に潰れてしまったんで、ちょっとどうなのかなというふうにいろいろ思いますけれども、ほんまにだからそういう舞鶴のことを考えると、石破総理大臣っていうのは非常に喜ばしいことやし、長期政権を目指してもらうとですね、ほんまに夢のような話であった、新幹線接続みたいなことが、もしかしたら実現する可能性がもう少しでも出てくるかもしれませんけども、市長がね、やる気がないって言ったらね、もうどうしようもないですよね。で、そういうようなすごく政治的な発言を不用意に記者会見でやるっていうのも僕は大概やと思うし、このことに対して間違ってるっていうふうに気づけずに、またここで言い訳を重ねるっていうのもあれやし、それに対して、市役所の中から、いや、市長、それはこういうことで、かれこれこうでこういうことですよっていう説明もできへんのもちょっと大概やし、ほんまにこの今の舞鶴市政は、どうなってるのかなというふうに思います。小泉進次郎されたら優秀に多分ブレーンがついててですね、いろいろ問題発言してもこの修正して補正して変えていってくれると思いますけれども、蒲田市長にはそういう優秀なブレーンがおらへんと。結果的にはこの要は YouTube やばいでまずで笑い話にするようなことしか方法がないということでですね、ほんまにどうなるんでしょうね。山本議員もですね、苦笑いされておりましたけれども、ほんまに苦笑いしとらんと、やっぱり市長をしっかりと教育してやってください。ほんまに議員の皆さんですね、ほんまにこの市長あかんので、なんとかやってもらいたいなというふうに思います。なんとかならんのと思うんですけれども、でもね、蒲田市長見てたらですね、僕は小泉進次郎さんが総理大臣になるんでよかったなというふうに思いました。以上、終わりたいと思います。むちゃくちゃでしょ。はい、終わり。